どうも皆さんこんにちは、ラブラブチャンネルです。ほいほいさですね。こちら何度ラブソングの歌詞を読み返しただろう MV 賞の生写真開封していきたいと思います。そして今回プレゼントになるのはこちら、愛理ちゃんの座りと糸葉ちゃんの中の未開封セットになりますので、こちらねプレゼント希望の方はこの動画と同時に上がってるポストにいいねしてプレゼント企画ご参加いただければと思います。一応ね参加される前にこの動画の概要欄に注意事項等載っておりますので、必ずご一読いただいてからご参加していただければと思います。ではですね、こちら8セット分ありますので、推しを狙って神引きしていきたいと思います。ではまず村山美優ちゃん表紙のセットから見ていきたいと思います。僕の狙いはもちろん山下しずきちゃん最推しなんでね、僕は絶対に欲しいと、あとはりかちゃんも狙っていきたいと思います。で一応ねこの開封分から出るしずきちゃんに関してはちょっとお渡しできませんので、こちらはあらかじめご了承いただければと思いますと。では早速見ていきますか。はい、ということで三期生楽曲何度ラブソングの歌詞を読み返しただろう、はい、この楽曲のセンターを務めてる村山美優ちゃんですね。いやこの曲いいですよね。 MV も楽曲ももう全部好き、衣装も可愛いしね。いや僕最近ツアー参加したけどさ、このねパフォーマンスするときに美優ちゃんがちょっと手紙だっけをなんか持って読んでるみたいな演出があったんですね、この楽曲が始まる前で。そこの紙に書いてある内容が毎公演違うっていう、そうなんか、まあ、バディーズに向けての言葉だったりとか、メンバーに向けての言葉だったりとか、そこが毎回毎回今みゆちゃんが考えた、言葉を書いてるということで、まあそれをね知ることはなかったんですけど、なんかそういうところがねこの楽曲にかける思いだったりとか、まあ、みゆちゃんがいろいろこのセンターを務めるっていうことで、まあ思ったところもあるのかなっていうところを知れて、それがちょっとねめちゃくちゃなんかエモいというかね、良かったですよね。でこの楽曲といえばサビで「おう絶対に言わない」っていうね何のラブソングの歌詞読み返しっていうのも、もう絶対飛ばすんですよね。2番でも。かたくなにを言わないからね。はい、ところでみゆちゃんね。ありがたい、これは。では、2人目。ポン!お!ゆーずより来ました。あ、なんかちょっと幼く感じるね。このゆーず。いや、もう髪型とかもあるのかな?で、このちょっとさ、このさ、今回のやつ、この光が差し込んでる感じがね。なんかいいよね。では、3人目。ポン!お、糸葉座り。はい、糸葉ちゃんが、なんか隅っこで座ってますね。はい、で、顎乗せして。かわいい。いや、衣装かわいいよね。ポン、お、みおちゃん。はい、みおちゃんの引きですね。で、あ、いいね。やっぱ、この教室でね、こうパフォーマンスする、このね、机とかもね、すごいね、ライブとかでも使ってて、これ演出に取り込んでくれてるのはすごい嬉しかった。では、2セット目。はい、帽子は、しずきちゃんですね。いや、これちょっとさ、やばくない?ね。なんか、完璧だよね。このさ、しずきちゃんが可愛いのはもちろんなんだけど、もうこのシービジもいいんだけど、やっぱこのさっきのさ、この、光がこう、日差しが差してる感じと、なんかちょっとこの背景もちょっと淡くさ、ちょっとオレンジ味がかってる感じが、なんかいいよね。これやっぱこの放課後感。放課後感がちょっと好きすぎる。では、二人目。お、手を。ポン!おぉ!ゆうちゃん!うさぎ猫!揃った!あー、なんか対照的にいいね、なんか。そのゆうちゃんツインテールしてるんですよね、今回。これちょっとやばかわいいでしょ。うわーで、こう髪、こうやってるのもいいね。わ、かわいいな、これちょっと。では3人目。ドン!お!小田倉さん来ました。小田倉お嬢様が。いや、いいですね。なんか学級委員感あるね。絶対学級委員長やってるよ。いや、美しいね。で、背景が黒いから、暗いから。より顔がパティッとはっきりと映るからいいですね。ではラスト、ポン、おー、こんなに、はい、こんなりました。いや、三つ編みこんなりですね。かわいい。いや、今回のちょっとこの MV の美女がみんなちょっと強すぎる。では、3セット目。はい、ということで、先ほど出ました表紙、小田倉ちゃんよりですね。では、2人目、ポン、おー、来た、C 来た。はい、座り C ですね。わあ、いいね。めっちゃ隅っこにいるけど。可愛らしいな。何してんのってなるけどね。実際この場面に出くわしたら。C 何してんのって。もう何でもいいんだから、もう。C の行動に意味なんていらないんだからね。では、3人目。ポン!おぉ!ゆうちゃんの。この子マジでこの表情の、この切り替わりがやばいね。ちょっとキリッとした。なんかちょっと大人っぽい。ちょっとセクシーというかね。うん。なんかまた表情変わって。さっきのさ、ツインテールみたいな感じの表情とまたさ、全然違うよね。はい、ラスト、ドン!あれ
こんなに中華ぶり、ちょっと絶対に欲しいですね。よりと引きか。はい、表紙伊藤ちゃん、これさっき出たやつですね。では2人目、よいしょ、ボン。お、小田倉ちゃん。はい、小田倉中ですね。はい、いいね、この角度もいいね。どの角度も美しいね。では3人目、ボンボン。うわ、嬉しいわ。はい、そして C セミコン来ました。あと引きだ。いや、いける、コンプいける。続いて4枚目ラストか。バン、おー、リカちゃんだ。はい、なんだかんだ初登場、リカちゃん座り。かわいいな、このハーフツインのリカちゃんは。ちょっとほんと破壊力やばいんすよね。ラスサビのとこでさ、リカちゃんがこうさ、でってなんか見て見て、チャンピオンズみたいなツッコミになったけど、マジで見てほしいわ。 MV のラスサビのところ、リカちゃんがさ、こうフレームインしてこうニコニコニコって入ってくるんだけど、そこのさ、まあその後なんかワンカットでメンバー全員映るみたいな感じなんだけど、あそこのリカちゃんマジで可愛かったわ。いや、残り4セットあるからコンプいけるって、さすがに。の表紙、村山美優ちゃん中ですね。はい、美優ちゃんいいね、センターの風格というか。バン、あ、みおちゃん、みゆみおね。はい、これはさっき出ました。こんぐらい木漏れ日というかある方がしずきちゃんっぽい。ではバン、あ、えんりこ、あ、えんりこちゃんもこういう感じか。放課後ね、放課後スタイル。あー、しかも耳かけしてんじゃん。耳かけ、こう仕草も入ってる。これは嬉しいですね。ではラスト、あ、これゆうちゃんっぽくない？さっき、あ、ゆうちゃんですね。はい、では続いて、はい、こちらゆうちゃん座りの表紙ということで、ゆうちゃんセミコンだね。体育座りで足伸ばしてる感じね。わー、かわいい。なんか机ない、掃除中掃除中ですか。なんか学期末のワックス塗るときのやつじゃん。もう机全部外に出すっていうね。お、いいぞ、これはしずきチャンス。バン、おー、えんりこちゃんの表情がいいこれはいい、もう告白やん、これ告白前じゃん。このなんか放課後ちょっと呼び出してみたいな。で、ちょっと真剣な表情見えてくるね。表情だけでいいですね。あ、これちょっと小田倉ちゃんっぽくない？お、アイリちゃん来てなかった。あ、アイリちゃんもちょっとおさげ風の三つ編みで可愛らしい。出てなかったね、そういえばアイリちゃん。ではラスト、あ、明るいかな、ちょっと、あれちょっと待って、こんなにちゃん、これしか出てないんだけど。あれ、続いて、はい、エンリコ表紙ということで、エンリコちゃんもセミコンだね。いいよ、結構揃ってきてますね。やっぱ個人的にはこの放課後背景が好きだな。これなんかエモいよね。はい。では、2人目。お、なんか見たことないかも。バン、お、ミオちゃん来た。カーテン側に移動してっていう感じで。可愛らしい。あー、わからん。バン、あー、やばい、ゆうちゃん。はい、ではラスト、バン、あー、センター。ではラスト、ユーズセット、やばいマジか。 C があと引きなんだけどな。はい、ユーズの座りですね。はい、可愛らしいね。うわー、微妙、カーテンっぽいな。これミオちゃんじゃない？バン、おーおーおーミオちゃんだったけど、よりでしたね。ありがとうございます。まあコンプまだ行かなかったですけど、嬉しいですね、揃ってくれるのは。あー、これも違うっぽいな。バン、おーお、ゆうちゃんコンプちょっとマジでゆうちゃん毎回コンプするんだけど、この三期生楽曲のやつコンプ率高いいですね。ツインテールも見えて、はい、引きの感じで。ではもうラストだ。はい、でラストがちょっと、あー、違うっぽいな。これはしずきちゃんっぽくはないけど、ラスト出てくれたメンバーはバン、あー、リカちゃんだごめんなさい、あんだけしずきちゃん欲しいって言ってたけど、リカちゃん来てめちゃくちゃ喜んじゃいました。かわいい、そしてやばいってこれ。うわー、もうなんか絶対アニメだったらお嬢様タイプだよねちびまる子ちゃんでいたら城ヶ崎さんみたいな。でもハーフツインのさ、このアイドルバチバチな感じかわいいよね。やばい、ちょっとラストリカちゃん嬉しかったな。はい、ラミさんは何度ラブソングの歌詞を読み返しただろう MV 衣装の生写真開封していきました。そして今回プレゼントになるのは、アイリちゃんの座りとイトハちゃんのチュー。これプラス、今回僕が開封した中から、僕の猫の最推しのしずきちゃん。はい、この3枚を除きました。
この中からね、はい、お好きな写真を選んでいただいて、そちらプレゼントするという形にしますので、どしどしご参加していただければと思います。はい、では本日の動画はこれで以上になります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。またですね、桜坂46の関連動画どんどん上げていきますので、よろしかったらご覧いただければと思います。ではまた次回の桜坂46関連動画でお会いしましょう。バイ。